はい、で続いて今日の3本目は本ですね、でこれさっき読み終わったんで感想出たら、ね、多分5分ぐらいで終わるんですけどね。でもね、もうこう作者の名前いただけで熱く語りたいって気持ちになるんですけども、今日の、1冊目は、3本目は田中康夫で、真相版なんとなくクリスタルですね。はい田中康夫さんですけどもね、今たまらなく AOR という、番組を僕は、FM 横浜で、毎週火曜日12時からやってますけど、これ、ね、深夜12時からやってる、番組を、毎週聞いてるんですけど、最近ようやくこう毎週の習慣化してきまして、あ、今日たまらなく AOR の日だってこうルンルンしてしまうというね、感じになってるんですけども、まあ田中康夫さんね、僕この間2年ぐらい前に一緒に写真撮ってもらいましたし、あのこの間やっぱ33にもなると2年前がこの間になるんだなと思ったね。ね、まあ、とにかく田中康夫さんというのはモーニングアイの頃から、山本文雄さんと一緒に番組、渡辺真理さんと一緒に番組出てる頃からなんか好きな人だったんですね。あのなんかこの人は変わった人だって思っていて、その後僕がラジオを好きになり、聞くようになってから、バトルトークラジオアクセスを聞いて、あの本当心底を田中康夫好きになるわけです。その後幽谷砲弾を読み、浅田彰を知り、浅田彰からフラステージダムタイプを知り、いろんなその、まあ、芸術の方向がまたぐっと広がっていったわけですね。いろんな表現を知ったっていう、だから田中康夫さんから全てが始まったと、村上春樹バカにするようになったのも田中康夫さんと浅田彰さんの影響ですしね。本当、まあ、影響を受けてるんですけども、ま、なんとなくクリスタル、もうこれ田中康夫さんのデビュー作ですよね。で、田中康夫さんが、一橋大を卒業する見込みだったのに、なんかサークルの金を横領して卒業できなくなって1年留学することになって、留年することになって、その間に、なんか暇だなと思ってちょっとこう書いたらしいんですよ。で、その書いた時っていうのが書いてあって、で、そしたら、その当時80年代初頭に、こう自分の感覚に近い小説ってのはなかったっていうわけね。つまり、今までのこう若者を描いた小説っていうと、恋愛かかるべし、こう生きねばっていうテーマのものばっかりだったと。それこそ、カオルくん、庄司カオルのカオルくんシリーズしかりですね、赤ずきんちゃん気をつけてにしてもそうだったと。で、そういうんじゃなくて、もっとその自分の感覚に近いものを書いてみようつって言って、書いたら、これが川出書房なんか、新人賞みたいに取って、まあ、大ブームを巻き起こすわけですよね。で、柴田恭兵さんがなんとなくクリスタルという歌を歌い、映画化にもなりということで、田中康夫さんの、そのストーリーが始まってくってことだと思うんですけど、で、まあ、なんとなくクリスタルはですね、もう本当になんていうのかな、こうやっぱちょっと読むの抵抗あったんですよ。あのほらやっぱさ、なんとなくクリスタルってタイトルってさ、ちょっとこうダサく感じてたのよ昔は。時代だよね、なんか80年代初頭の感じで。で、読みたくなかったんだよ。いや、読みたかったんだけど、田中さん聞いたら怒るかもしれない。ちょっと抵抗があったけど、正直言うと。田中さん好きなにもかかわらず。で、まあ、お話が大学生でモデルやってるゆりちゃんって女の子が主人公で、まあ、この子の日常を描くっていう話なんで、まあ、その、彼氏とか、そういう生活を描くものなんですけど、で、このモデルやっててっていうとこで、まあ、ゆりちゃんが例えば渋谷行きますよね。で、渋谷の、例えばあそこの喫茶店に行こう、あそこのブティックっていうか、ちょっとそういうお店を見に、ブティックって言い方言いましたよね。まあ、こう書いてあるんだけども、お洋服屋さんを見に行こうっていう時に、注釈が書いてあるんですよ。右ページに本文、小説が書いてあって、左ページに、そのゆりちゃんが行くとことか、例えばゆりちゃん聞く音楽の注釈が書いてあるわけ、バーッつって言って。でも、まあ、この注釈がまた大量に書いてあるんですよ。全部で200ちょいある作品なんだけど、注釈の数が450ついてるのね。だからもう大ボリュームなんだ、注釈が。で、高橋源一郎さんが解説書いてるんだけど、注釈が本文なんじゃないかって気持ちになってくるっつうんだよ。こういう小説はなかなか珍しいって書いてあったんだね。ああ、なるほどっていうふうに思ったんだ。で、そしてさ、いろんな渋谷の街並み、例えば、まあ、最後の方、さっき読み終わったんで、ちょっと最後の方が印象残ってるんだけど、例えば、渋谷の NHK 前のところをこう歩いて、代々木公園がそばあってって書いてあると、代々木公園ってこう注釈が書いてあって、ちょっとこう頭の悪い学生がデートする場所ですとかとこう書いてあるわけ、こうね。で、そういう、こう皮肉っぽいんだよ、注釈が。
例えばこうどっかのこうお店のことに関してもさ、最近すごくサービスが悪くなってとかさ、ああいうお店に行くとあんまりこうセンスいいと思われませんとか書いてあったりするわけ。田中康夫さんだからやっぱそこは、でそこにちょっと難しさを感じつつもさ、すごくこう喜んできちゃう自分がいるんですよ。で特にやっぱ田中、そうするとさ、渋谷の街並みを描写していきますよね。でそうすると今渋谷にたまに行くから街並みは違うとはいえ道路は一緒ですよね、基本的に。そうすると描写できるんだよ、その街並みが。でそうするとこれね、ある意味33年前のアドマチック天国なんじゃないかっていう気持ちになるんですよね、読んでて。で僕アドマチも好きだから、で皮肉屋なとこもあるから、なんかね、皮肉なアドマチック天国って感じですごくいいわけで、一つ好きなのはやっぱ僕田中康夫さんに最大に影響を受けたとこだなってものは、やっぱりこの人ってね、政治だろうが芸能だろうがやっぱ全てこう批評していくっていう感覚ってすごく好きなの僕やっぱり。でそれこそこの収録が終わった後のうーちゃんと僕がやってることかもしれないんですよ、それって。やってることってちょっとオーバーになるけど、だからやっぱこの人ってやっぱ日常の感覚ってものが常にある人なんじゃないかって気持ちになったんですよね、読んでて。で多分そこがやっぱりお姉ちゃんとたくさん遊んでペログリやったって、やっぱりどことなくやっぱそこ田中さんと僕が共有できる感覚なんじゃないだろうかっていうふうに思ったね、読んでて。で好きだったのがさ、あのね、ちょっと待ってね、どこだ、あ、松山千春さんについて書いてるんですよね。でそうするとまあちょっとこう途中でセックスする男の子が出てくるんだけど、その彼となんだかんだ松山千春みたいな話題がちょっと一瞬出た時に、松山千春って書いてあって、地方時代のブームに便乗したフォークシンガー、北海道北海道と言いながら全国を飛び回ってお金持ちになったら板倉のあのノアビルに自分のレコード会社を持ち、若年寄り気取りに人生哲学を説く、父親を自分の会社の役員として迎え、核家族時代の親孝行を教えてくれたって書いたんですよ。で、さだまさしっていうとこに、こういうキリギリスみたいな人が戦争でも始まると率先して戦争参加を歌う人になるのですって書いてあるわけ。俺ね、ここ腹抱えて笑ったんですよ。こういうことだと、つまり気に入らなきゃね、おいてめえと思ったら何でも言うの。店だろうが、人だろうが、政治だろうが。田中さんってこう実にそういう感覚フラットじゃない？でさ、この小説って僕いろんな人とセックスして歩く小説かなって思ったら、あのそうじゃなくて、途中でゆりちゃんってその純一っていうフュージョンミュージシャンの彼氏がいるんですよね。当時流行ったフュージョンですよ。でいるにもかかわらず、正隆って書くときに、なんと松戸屋正隆と一緒の名前をしたってこう書くんだけども、82、83年かな、80年初頭ですから。でもうそこでウキウキするわけで、その正隆くんとエッチしたときに、つまりまあちょっと品のない表現になるけど、ゆりちゃんが行けないんだよ。で行けないときに純一の存在を感じるわけ。純一とは行けるっていうんで、なぜ行けるかってなると、やっぱり私は純一を心から求めているからだっていう結論になるんだよ。だから結局ね、ピュアなこと言うんだよ。わかりやすくピュアと今あえて言わせていただきますけど、だから他の彼氏がいてエッチしようが、やっぱり私あなたのこと好きっていうところに帰るわけで、やっぱり純一と一緒にいる理由として、やっぱり束縛が多少あるんだけども、束縛しすぎない関係だから私たち一緒にいれるって言うんだよ。でなんで入れるかっていうと、ゆりちゃんモデルの仕事があって、純一は純一の仕事があると、お互い自立した関係で私たちいるわよねっていうことになるわけで、ゆりちゃんが最終的に思うのが、将来の話をちょっと友達としてて感じるんだけども、考えていくんだけど、ここら辺がちょっとね急なんだよ。やっぱここ初度作なんだよ。やっぱこの辺ちょっと上手くないんだよ、まだやっぱり。で他の作品わかんないけど、田中さんとの、私と純一まだ10年後も続いてたらいいみたいな風に思うんだよね。で純一の仕事もうまくいって、私は私で自立して一緒にいれたらいいなって思って終わってくんだよ。で最後に日本の、出生率、特殊出生出生率みたいなのが書かれて終わってくんだよね。この辺のつながりってちょっとうまいとこ、落としどころなかなか見つからなかったんだけども、これ田中さんの言いたいことって、自立っていうものがやっぱ主婦とかそういうとこにも目線がいってんじゃねえかなって思ったんだよ。まあこれは俺がその後の田中さんも知るからっていうとこもあるんだけどね、まあ田中はそのファンであるから、そういうとこのフォローもしつつっていうとこあるかもしれないけど、だからなんかね、この小説ってちょっと読みづらいとこもあるんだけど、でもなんつうの、
こうクールでいる部分とやっぱそこだけじゃ割り切れない。それこそこの間の女と男のいるほどにも通じるんだけども、これ僕の考え方かもしれないけれども、なんかクールすぎない、やっぱ情がある、こう感情があるっていうところがやっぱすごくヒットしてみんなの心を捉えたっていうところなのかなって思ったし、あとやっぱりそのみんなが読んだ小説だからやっぱ魅力あるなっていうふうに思いました。あのやっぱ読んでみてよかったなと。であとすぐ終わるしね。でやっぱあと好きだったのが、大きな出来事が作品の中に用意されていない、これはすごく僕はやっぱ好きでしたね。だから江藤潤さんって人がすごく褒めたっていうところもあって、やっぱ小説、それこそ日常っていうそういうものじゃないですか。やっぱりちょっとした嫌なことだったりとかがあるわけでしょ。まあもちろん大変ないろんなことを起きる人もいるだろうけども、でもやっぱ普通の暮らしてる日常ってさ、なんだツイッターであの野郎絡み上がってとか、フェイスブックなんだあのコメントとか、そんなことで済んだりとかするようなこと書かれてある小説なんじゃないかなと思ってすごく好きでした。であと最後に付け加えておくと、音楽ですよね。やっぱたまらなく AOR やってるだけあって、僕とね音楽の趣味が合うわけで、僕たまらない、なんとなくクリスタルっていうプレイリストを作って、あの一応なんとなくこう AOR 入れてみたわけです。そうすると僕が入れた曲がこの中でも出てくるんですよ。これは嬉しかった。俺やっぱり田中さんになろうっていう風に思いました。はい、ちょっと長くなっちゃいましたけど、まあ、とにかくおすすめですんで、で最近ですね、33年後のなんとなくクリスタルという続編が出たみたいですんで、これもちょっと皆さん気になった方は読んでみたらいかがでしょうか。はい、というわけでこんな感じのレビュー 2.9 でした。今日の3本目は、田中康夫さんで、田中康夫で、新装版なんとなくクリスタルでした。というわけで以上レビュー 2.9 でした。